はい、どうも、音です。いつもですね、ブログを見てくださってありがとうございます。えー、石垣島に来てますけども、暖かい感じですね。過ごしやすいですが、えー、っと、今日はですね、何の話をしようかなと思ったんですけど、えー、昨日ですね、石垣島の鍾乳洞、まあ、洞窟みたいなとこ行ってきたんですが、そこへですね、えー、ものすごい仕組みがあったので、それをちょっとシェアしたいなと思います。 で、なんで今日この話をするかっていうと、まあ、あのー、まあ、逃げ道を作る、まあ、セールス、容赦なくセー,ルをセールスをするというか、あのー、遠慮がちな、えー、<laughs> 遠慮がちなとか、まあ、そうですね、遠慮せずにセールスしましょうみたいな、えー、なんか、いい事例だなと思ったんで、今日はこの話をするんですが、なんどういう感じだったっていうかっていうと、洞窟に行ったんですけど、 で、洞窟に入るとですね、まあ、入場料がまあ1000円ぐらいかかるんですけど、入って、洞窟に入ってると、中にですね、カメラを持った、こんな帽子をかぶったスタッフさんみたいな人がいてですね、何をされるかっていうと、えー、まあ、細いんですけど、洞窟の中通ってて、いきなり目の前に現れてですね、椅子を置かれるわけですよ、ポンポンポンと。当選ぼされて、通れなくなって、椅子を置かれて、どうぞ座ってくださいって。で、座って、<laughs> そしたら、 はい、チーズと。まあ、これがなんか、なぜか、はい、鍾乳道って取られたんですけど、<laughs> このセンスだけはちょっと、あの、まあ、僕は言えないですけど、鍾乳道と取られたんですね。で、取られてで、その写真、まあ、強制的に取られるわけですね。で、あのー、な、なんだったのかなと思って、こう、1一回、橋まで行って戻ってきたところで、あのー、 今度写真が撮った写真がこう並べられてるわけですわ。で目の前にまたこの同じ人が現れてですね写真できましたよと言われて、えー、1枚1300円ですとマジ <laughs> かと思いながらいやもちろん買わなくてもいいんですけど買わざるを得ないようなトークで1枚1300円ですけどいかがですかと言われてですねああまあじゃあせっかくだから買いましょうかって。 言うとですね、畳みかけるようにですね1枚でいいですかと <laughs> 僕ら5人で言ってたんですけど 5, 5枚かえみたいな空気だったんですけどいやまあそれは1枚でいいですって言ったんですけどでこれこっからね何を学べるかっていうと、あのー、お客さんが必ず通るっていうかあのお客さんが逃げ道を 逃げ道ないですよね。写真撮るまでは、無理やり写真撮られて、で、持ってきたらまた同じと、この道の、細い道で、ああ、できましたよ、写真みたいな感じで、当選もされるわけですよ。なので、えー、要するに、あなたのお客さんが、えー、あなたの商品、サービスを買うまでに必ず通る道順ってあると思うんですけど、そこに必ず追加の提案ができる。 状況,状況にしておくとということですね例えば、まあ、分かりやすく言うと、えー、飲食店とかであれば必ず食べた後にレジにあのお会計しますよねだからお会計する、まあ、レジの前に何か追加で売るものを置いておくなんかあのー、お土産用のねかここに人が行くとカレーのお土産のカレーとかのありますけどお,お持ち帰り用のなんかありますよね <laughs> レトルトなったやつが なので、えー、お客さんが必ず通る道、通る場所にですね、えー、追加の提案、まあ、クロスセルとかセルとか言いますけど、まあ、追加で買ってもらえるような商品サービスを置いて、必ずそれを、えー、進めるトークの方、えー、というか、誰が言ってもいいような、えー、マニュアルを作ると。でそれを誰にでも言わせて、その通り読めばいい、暗記すればいいという状況にまでしておくと、 あのー、計測しやすいですね。何人来て、このトークで何人買ったみたいな。で、誰でもできるっていう状態、その仕組みを作る、まあ、これは生産性の高い仕事だと思うので、ぜひですね、えー、あなたの商品サービスで、お客さんが必ず通る場所で追加の提案をしていくというのをやってみてください。で、こんな感じで、今日は終わっていきたいと思います。では、また。